おばんでというわけで本日はこちら青物横丁駅から徒歩 2,3 分ぐらいのところにございます誠屋さんにやってまいりました。いやこちらね、数ある家系ラーメンの中でも評価の高いお店ということで、果たしてどんなラーメンいただけるのか楽しみですね。それでは今日も張り切ってグググググググマコ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 行ってみましょう。こちらがチャーシュー麺大盛りに海苔増し味玉トッピングです。スープはちょっと茶色がかった家系にしては色が濃いかなっていうような感じのスープですね。おうわあうわうんおなるほどね。口に含んだ瞬間醤油の香りがガツッと広がるんですけれども、その奥に豚骨のまろやかな感じが味を整えてくれるみたいな、ちょっとね豚骨の風味は抑えてあるみたいな感じなんですけれども、口の中で素敵なハーモニー奏でてますね。いやこれはうまい。はい、そしてこちらの麺、短めに切ってある中太のストレートタイプの麺ですね。麺固めて頼んだんですけれども、スープとねうまい具合に絡んで、これいいですね。麺が短いんで一口で全部すすれるっていうのがね、これいいですね。はい、それではこちらチャーシューいただきたいと思います。濃いめの味付けが豚肉によく染み込んでて、ちょっとあっさりめのスープとは対照的に味が濃くて、ご飯が進むタイプのチャーシューですね。カスタムすることによってね、よりパンチが加わってどんどん麺が進んじゃいますね。はい、そしてこちら固めに茹でられた味玉、じゃあいただきましょう。今までの半熟タイプのトロトロの黄身とはまた違って、どこかホッとするっていうか素朴な感じのする味玉、これたまんないですね。はい、というわけでこちら完食です。はい、というわけでいただいてきましたけれども、いや美味しかったですね。昨今の個性を競い合うような家系の中においてどこかホッとするみたいな、昔ながらの素朴な味わいが楽しめる、そういった印象でしたね。というわけで皆様もお近くにお立ち寄りの際はぜひ一度試してみてはいかがでしょうか。なおですね、毎度おなじみこちらからピヨッとカード出てまいります。そちらに関連動画やアンケートを添付してございますので、合わせてチェックしていただけるとありがたいなと思います。以上こちら誠屋さんよりお送りいたしました。ごちそうさまでした。